センター、ごめん、もう一度、外へ回して、松井、ジョンソン、ここはいいスピードを踏みそう。というところになっています。バルンガへ。バルンガ、踏んでいく。スリーポイントシューター、成功率は 39.7%、はリーグ7位です。うわバルンガ。しかしその前のマルンガです。マルンガショットを選択、いやー中に上田、外へ上沢、スリーポイントが富山勝ち組20点到達。さあ差は1点。第2クォーター開始早々この縮めてきましたが、上沢いいですね積極的に。はい、上沢、ジョンソンへ、スミス・ジュアット、中へ、上沢、またこの角度から、こうなると、やっぱディフェンス、後手になっちゃいますからね、なかなか、そうですね、ここも強くはちょっと打てづらいですからね、他の選手には打たせてもいいけれども、森川には打たせたくないというのが富山の守りだったんですが、ここは森川、打ってます、しかし、もうすぐに取り返して、春山、ラブンガ。中を選択、ジャンソン見えてますね、本当に見えてきました。ジョンソンから春山、ジョンソンへ回っている。ジョンソンのダンク決まります。やっぱこの残りの10分、継続してほしいですよね、はい、富山もしかしまた集中して、はい、話していきたいところです。マルンガちょっと終わり方が良くなかったのでね、はい、ミスを中に入れます、まあそこでね、止まってないでというところ回していく。そのスミスへもう一度、はい、ああこれは強い、中へ入って、しかしこれはターンオーバー。ブライス・ジョンソン決めてきた。92対、昨日の得点上回りました富山。